私は福島県会津若松市よりやってまいりました安田学生です。これが最後の一度全力を出し切って終わりたいと思います。頑張ってきた。それでは参ります。グレーのごとく姿を現したハイドカシュ消えている。その暗闇から立つ天の地が発信する K2021 工芸毎日